GD ワインの服部です。よろしくお願いします。今日ご紹介するワインはカンパーネの大御所マストロ・ベラルディーノが作ったですね、ナチュラル・ヒストリアというねワインです。で、ヴィンテージが97年ですね。で、97年ですので、もう25年26年経ってますけれども、当時はね、こちらいわゆる IGT ですね、まあ、テーブルワインとして売っていました。で、今はですね、タウラージリゼルバとなってますけれども、当時はいろいろと混ぜてましたので、アリアニコ一種類ではないですね。で、もう香りがですね、こう土系の香りとですね、あまりこう果実の香りがしないような感じですね。ただですね、ワイン自体はまだ生きてまして、ちょっと酸味がね、こうきますけれども、全体的にね、まだ果実は残ってるような感じのアタックですね。酔いはそこまで長くはないですけれども、なんとか今ギリギリ飲めるかなというところです。もともとそのリゼルバ用に作ってるものではないと思いますので、まあ、25年というのは少し経過しすぎたかなと思います。で、一方ですね、2015とか試飲したんですけれども、買い詰めが、ね、とても豊かでね、今ね、いい感じですので、このヒストリアシリーズに関しましては、おすすめいたします。他にもね、こういった動画ありますのでチェックしてください。失礼いたします。